試合に先立ちましてチャンピオンベルトの返還です。ハラケン負けるわけねえ。ハラケンが負けるわけねえ。マサヤ、ハラケン、メインイベントアスカプロジェクト選手権狂気お客様借り物ハードコアマッチ60分一本勝負、青コーナー挑戦者アスカプロジェクト170cm 95kg 高橋ハラケン、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 
か。おっとマイクを手にしました。おいアスカルプロジェクトの野郎、おいおい今日反則何やってもいいんだよな、おい、何がブーだこの野郎、俺ら理にかなってことやってるんだ、言っとるよなお客さん、おい最近のプロレス界でよくあるだろうお前、ドッキリ吹かれてんのに、その後普通にプロレスの攻防が続くよ、あなたドッキリ吹かれてんのに見えんのってプロレスあるよな、今日の俺のドッキリはな、ちゃんと目に悪いセリフ入れてきたんだ、てめえのカムバックなんかないまま終わりにしてやる。というですね、荒木分かりやすい、分かりやすい、いいプロレスだ。切れました。あのね、はい、ちょっと僕はやっぱ心配と思ってたんですけど、はい、高橋選手がやってるデスマッチというのはそのデスマッチなんですが、高橋でももう堂々と目に見える形で狂気を使ってきたんですけど、もう多分あの火をつくような攻めというのは、強攻撃とかは、実は高橋選手あんまり経験がないんですね。やる気ないですからね。5分経過。さあそして天秤を外してこれは荒木選手がよくやる攻撃なんですけれども、それなんですか、ね、気づかない、気づかしょ、さてしっかりと巻きまして、集中的に攻撃をする、前回この負かした嫉妬戦に対しましては本当に近いと言いました。そしてこの高橋さんに対しましては前の風にやってやると話しました。この荒井健一郎、こういった攻撃、そして自信があったわけであります。こういうリズムの試合でも、はい、おっと攻撃をしてくるあたりやっぱり荒井健一郎選手ですね。そうですね、そして今日でも中に入れましたね。滝沢をどうするのか、滝沢を使ってその高橋の上、まさに人間競技と化しているわけであります。高橋が全く攻められません、ね、そうですね、高橋攻撃の攻撃を見せている荒井健一郎であります。視界が戻るまではなんかちょっと難しいですね。そうですよね、全く攻撃をすることができません。高橋正也であります。プロジェクトの勝利を得て、タイトルに挑戦をほのめかした。しかしさすがはチャンピオンだ、全くペースをつかめさせない、起こしておいてどうするか、どうだ、バックを取った、引き出しの
その部分に体を預けていきました。高橋久保の表情、そしてもう一度それが全部右ですね。そうですね、相手の右腕を殺しにかかりました。まだ視界戻ってないですね。そうですね、打ってこい打ってこいと挑発をしているチャンピオンの荒井健一郎であります。やり返すことはできるのか、ファンの声援を待っている。しかし、チャンピオンが一方的に展開を待っている荒井健一郎。そうですね、やはりちょっと視界がね、まあ、ならないようであります。それでも、ダイエットを放ってみせました。まだボールがいかない、一旦外に出る。さあ、ここからどうするのか。あ、水で多分。なるほど、水でその視界をですね、回復させよう。どうでしょうね、これ帰ってね、でも広がって目に入っちゃう場合もありますから。あ、ね、まあ、荒木いわく悪い成分をね、入れてみるとそんなコメントもありましたけれども。でもちょっと、どうでしょう、ね、見えますか、見えるでしょうか。まあ、なんとか見えたようですね。先ほどよりは良かったというような。後腐りをするに上がっている、上がった荒木、座らせるということなんでしょうか。そしてもう一脚フライパン、その間にどうしても思い出しました。本当に弱いよ。あの手がどうしようね。弱いよ。意外と丈夫ですね。はい、荒木聞いてない、聞いてない。これを真っ二つにしまして、これはまず放り投げ、はい、もしはできないんですね、はい、さあ、フライパン、とうとうをどう使うか、このキッチン用具をどう使うんでしょうか。おバカにしているように頭をポンポンポンと叩いている。荒木、謝れ。
この辺りがちょっとドリフターズを見てるようですね。そろそろ決めに行くんでしょうか。高橋正也そう、コブラクラッチに入ってますか。そうですね。あ、いや違う、勝った始めだ。さあこの状態でですね、ギブアップを奪おうとしているようだ高橋正也。さあレフリーがチェックに入る。チェックに入ります。2回目はどうだ。さあ3回落ちたら終わりですね。そうですね。あえて解いてチェックをします。さあこれが今一番踏みます。そうですよね。落ちてはいないようですね。はい、立ち上がるか、それとも作戦なのか。新井健一郎現在のチャンピオン。一発目が放った。やっぱり高橋選手としては3つ取りたいの。前の目に倒れた。作戦か、それともダメージの具合なんでしょうか。アラケンの場合分かりませんからね。そうなんですよ。首を取ります。相手陣営金具むき出しのコーナー、そこに腕を固定しておいて一旦離れ、ダッシュを効かすのか。高橋正也、低い体勢から突っ込むか。内容をかわした、入れ替えた。大作戦だった、横から入って、このままフォールはどうだ。頑張れば中央カウントになります。アラケン、アラケンがどんどん京都を探すばっか。椅子を手にしました、アラケンであります。ボディー連発、背中に。アラケン、あーでもこれはいい意味ですね。叩かれ慣れてますから。そうですよね。しかしこういった攻撃は15分経過大事というのを証明してみせました。抜けました。これは全然効いたようだ。アラケンか、それとも高橋か。アラケン、その時と選手権の20分の1本勝負。まもなく15分を迎えようとしている。高橋、さあ、椅子を、置きました。さあ、ここで投げを打っていくんでしょうか。ブレンバスターですかね。どうだ、アダレシュですね。さあ、位置を確かめています。アラケンの位置を、マスター、あの椅子の上に投げつける。はい、逆にここは正面からのヘッドバット。一つ深呼吸をした高橋正也であります。さあ何で勝負に行くかですね。そうですね。大きな技を繰り出していくんでしょうか。どう、あー今度は黒か。さあ今度は勝っていけ、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 抑えた、抑えた。勝者新井健一郎。こんな夜遅くまでお集まりのいい大人たちをありがとうよ。
客さん買い物ってよお前ハードカーマッチ俺から提案してきながらよ提案してきながら結局お前えラダーも机もねえってどういうことだお前おい結局経費削ってよお前えお客さん頼りちゃだけじゃねえかお前おいそんな舐めた態度でいるからなえ俺がちょっと頭使ってひねりゃあよお前えお客さんから特に何にも借りなかったしよお前おいおい頭使えばお前こんなベルトの力だお前おい大体よ俺はよお前おいこのアスカプロジェクトのリングにおいたった一人乗り込んでもう半年ぐらい経つからなおい未だに俺は一匹狼でやってんだお前おい誰の力も借りずにおいおい俺はこのベルトを守ったぞお前おいこのリングで生き残るために何が何でもえ俺はこの目で守って お前らとまだまだ遊んでやろうじゃんおいおいおいなんだ俺は上がってこおらおい次やなるだろおいおいそうかおい遠慮しないで中入ってきてくださいよおい遠慮するなよそういうところがダメなんだお前らおいおいおいというかまあ翔さんよまたあなた来たんですかえあなたいつもねいつも四五十人のわらびの客の前で言われてることをこんな大観衆の前で私の口から言わせるんですかあなたえらい恥かきますよおいすいませんお前はよデビューしたことが最大のピークのレスラーなんだよおいこれ以上前伸びしろなねえやつにお前あこのベルト取り返せるわけねえだろだからお前はな運営だけやってればいいんだもんねやるわああそれからなんだああいや名前もわかりませんねお嬢ちゃんもう性別が違うんだからもうあなたね帰ってくださいよそれからお兄ちゃんなんだお前ペラペラでいやややっとつくなら思いっきりつけお前はよ誰も知らねえよお前おおおベルト私が取り返します。今日はありがとうございました。